今日のマサヤは責任重大ですよ。いや、これは本当そうですよね。このクレイジーホースは本当に名前の通りなんで、いや本当に入場ちょっとありましたけど、はい、このままあのジーパンでそのまま試合するのかなと思われたぐらいな感じでしたね。お客さんかと思いましたよね。いや本当にそうですよね。ただ彼は実力ありますよ。そうですね、前回のライジンでは K1 のトップスター、はい、木村選手を7秒ですか、ノックアウトしましたからね。だからここでマサヤが、勝利することは大事なことですよ。そうですね、いきなりこれあのベネットが行くかなと思ったんですが、ここはゆっくり見ます。おお、前に出てくる。ただガードないですよね。本当にこれ下げてるんですよね、ガードね。ただこうやってあの野生の力で戦う選手っていうのは、はい、ガードさせると弱くなるんですよ。ああそうなんですか。あのだから、まあ、あの同じようなね、こういう野生系ビースト系であの売れた選手、売れた選手というかそののし上がった選手では、はい、あのキャリアを積む中でねトレーナーを雇ったりね、はい、あのいろんなことを学んだりしちゃうんですよね。そうですよね。そうすると逆に勢いがなくなっちゃう、はい、例えば一番代表的なのはボブサップですよ、ね、そうですね。いきなり出てきた時はあのすごかったですよね、はい、だんだんね見るも無残な姿にボブサップになってきましたよね。だからね、はい、野生の力を使う人はこのまま行ってほしい。あ、もちろんライジン本戦に出る時もこのまま行ってほしい。この、うん、ノーガードでの状態。おお、ここはねレフリー、まあ、今平さんがレフリーをやってますけど、まあ、平さんじゃなきゃダメだったんですよこれね、きっとね。あ、そうなんですか。いやいや、だからもう今みたいな場面で止められないです。止められない。そうですね、グラップラーバキですから本当ですよ。本物ですから。本物ですからね、この人ね。いやーこれガードこの状態でよく試合すごいですよね、うん、いやいや、もちろんね、はい、このキャリーのキャラ、あ、聞いたね、聞いた、ダウンかな、これダウン、ダウンですか、ダウンです。まあキャリア、そのキャラ的なものだけを見るとね、はい、なんだこいつと思いますけど、やっぱり今みたいなタイミングでパンチを、キレあるパンチを打ったりするんですよね。そうですね、よくあの相手のパンチ蹴りが見えてますよね、この選手 ね、はい、ただ今これ今アナウンスありましたけども、トーナメントですから、2ノックダウンで負けになります。あ、もうここでじゃああと一発ダウンしてしまうと負けです。負けですよね、はい、うん、これはちょっとベネット実力本当にあるんですよね、この選手ね。もちろん、はい、ただ、まさやは、だな、もうちょっと手数出す上でもうロー必要ですけど、これやっぱ頭はい切りたいですよね。うわー、ボディ、うん、この先ほどからボディのパン、うん、音が結構聞こえるんですよね。そうですね、強いですよ、パワーありますよね。やっぱりインパクトがありますからね、強いですよ、はい、これ一発当たってしまうとマサヤも苦しい。あのね、あとその今このタイミング、もちろん難しい戦いですけど、こういう変則的な選手に対してはね、だけどやっぱり攻撃しました、防御しました、防御したら今度は攻撃しますっていう行ってこいの戦いではね、カウンターで取れないですよね。だから相手が攻撃入るところに自分の攻撃を合わせていかないと、または自分が入るときに相手が合わせてきたもの、これはやり合いになるんですけども、そのね5つ攻撃があるんだったら 2.5 度へ返していかないと、やっぱり結果が、結果というかね、その要するに劣勢というのはつかないですよね、はい、いいものは当てられないですよね。うん、だから一通りの相手の技はポンポンポンもらいました、で今度は僕の攻撃ポンポンポン、この繰り返しだともう、そうやっぱり判定になりますよね、はい、どうした、今途中からなんかちょっとなんでしょうね、疲れたの、疲れてる感じも見えたんですけどね。そういうところも含めて野生の力ですからね。ここからがです、分かんないですよね、またそのやっぱりその瞬発的なものはあるけど持続的なものはないのかもしれないですし、これはただ普通に休憩しているだけかもしれませんし、まあ、2ラウンドになったら分かると思いますけど、ちょっと疲れてるかもしれないですね。ちょっとね、途中から何か疲れた感じが、急に疲れたんですよね。まあ、そのあたりもこのベネット選手の面白いところといえば面白いところなんですけどね。そう、はい、だからやっぱりもしかしたらベネットは1ラウンドで倒しておかなきゃいけなかった、マサヤを倒しておかなきゃ厳しかったのかなっていうところもあるですよ。ですね、うん、まあ、最後、うん、マサヤはこれどんどん攻めなきゃダメだな、これは、これは素敵な笑みを浮かべているベネット。マサヤここで第2ラウンドでなんとか決めたいところです。1ラウンドは1つダウンを奪われています。これミドル1つ2つつけといて、次はハイに行きたいね、うん、
そのハイに行きたいというところでハイが出るのかどうか、うん、ミドルですね。いや、上行きたいね。ミドルキックを数発打ってから次を切り替えたいですね。どうなんでしょう、これミドルキックからなかなかハイに行けないのは何か、いやいや、やっぱりいきなりものすごいタイミングで突っ込んでくるんで、合わせてくるんでね、その辺は躊躇してるんだと思いますけども、ただそこはやっぱり少し行かないとダメだな。あ、疲れてるかな。そうですね、疲れてますね、ベルトね、はい、あー、しんどい、今膝が入りました。今膝が入り、かなり疲れているような感じですね。なんだなんだ、これなんでしょう。今タイムストップです。んこれはセコンドに何か平さんから、まあ、ちょっと休んでますね。なんか下に服をフリーをして、ね、なんだなんだと今これ、いやかなり疲れてますね。休んでます休んでます。いや、もうここまず一気に行かなきゃダメだ。今ここがチャンスというところでしょうか、うん、チャンスチャンス。さあミドルから、ああもう疲れてます。いや、上行こう上行こう。明らかに第1ラウンドとは動きが変わったベネット。そしてこれマサヤ、今がチャンス、うん、ミドル、そう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 、今がここが第2ラウンドがチャンスです。さあなんとかここはポイントを取りたいところ。ボディ効いてるボディ効いてる、うーん、フラフラ、もうこれかなりもう消耗してますね、ベネット。いや、ここはすっきり倒したいですよ、すっきり、はい、もうここはマサヤがなんとかしないといけない時間であります。さあラッシュパンチ、もう何もできないベネット。一方マサヤ、ベネットサンドバッグ状態か、ダウン、ダウンを奪いましたマサヤであります。いや、ベネット苦しい表情。ここで試合終了。赤コーナー、シーザー、大江さん、これはもうベネットかなり体力消耗しましたから、まあ、レフリーストップというコールがありましたけど、はい、まあ、あと続けてでもダウンしてもうちょっとね、無残なやられ方をしたと思いますよね。うん、まあ、ストップはあれで良かったと思いますよね。そうですね。さあこれベネット1ラウンドにもしも決めてたらちょっとわからなかったですね。いや、2ノックダウンね、はい、取ればノックアウト勝ちでしたから。そうですね。ただまあ2回戦に向けて彼がもう1回やれたのかなっていうね、疑問もありますけど、ね、これ本当に決勝が残るともうボロボロになったような状態ですよ ね、 投げちゃったんじゃないかな、もう1回勝ったから帰るよみたいなね、うん、そういうところもあったかもしれませんね。